こんにちは。皆さん、独立門ってご存知ですか？また、ゲイ音門ってご存知ですか？誰かをお迎えする門なのでしょうか？この2つの門に国民に知られたくない史実が隠されています。早速記事をご紹介しましょう。ゲイ音門。ゲイ音門とは、シナの属国であった朝鮮王朝の歴代の王が、シナからの使者を迎えるための門です。普通に迎えるわけではなく、まず、きらびやかな王の服を脱ぎ、民が着る白い服に着替え、三気球小唄うの礼と言って、土下座をして、三回頭を地面に打ちつけて、起立をするという行為を、三回繰り返すので、合計九回頭を地面に打ちつけるという、屈辱的な迎え方をするのです。さらに屈辱的なのは、これを、朝鮮王朝の国王が、シナの皇帝ではなく、ただの使者に行うという、屈辱的な関係であるということです。左は、1983年に作られた銅版のレリーフです。1637年1月30日、インジョは城を出て、ハンガン南岸のサムジョンドにある新軍陣営に出向き、秦に対する降伏の礼を行わされた。インジョは、朝鮮王の制服から平民のキリソマツの衣服に着替え、受講団の最上段に座る本太子に向かって、最下段から、三気球高騰の礼による進化の礼を行い、許しを請うたという。インジョが降伏する光景を描写した石碑の横の銅板は、1983年に作られたもので、文化財的な価値はない、という文化財委員会の判断に基づき撤去される。朝鮮日報2008年6月15日の記事。そして、その後に、死者に貢ぎ物まで献上させられます。朝鮮半島は大変貧しく、産業が何もないため、献上するのは特産品ではなく、女性か少年でした。女は君女となり、少年は宦官にさせられて、秦の宮廷に仕えるのです。そんな屈辱的な状態から、朝鮮王朝を救い出したのは日本です。朝鮮王朝を支配していた秦国を、日本は日清戦争で打ち破り、1895年の下関条約で、朝鮮王朝の独立を秦国に認めさせました。独立門。属国からの解放に喜んだ朝鮮の独立協会は、募金を募り、ゲイ音門を柱だけ残して取り壊し、1897年に、独立の記念として、新たに、独立門を同じ場所に建てました。独立門に関する年代は、次の通りです。1895年4月、日清戦争後の下関条約により、日本のおかげで、朝鮮が清から独立。1896年11月、ソウルに独立門提訴。1897年11月、ソウルの独立門完成。1910年8月、日韓併合。この事実を指摘すると、韓国人はパニックになります。日韓併合以前に独立門は建てられている。つまり、日本からの独立ではなく、新王朝からの独立であることは明らかになるからです。つまり、朝鮮王朝が秦に服属していたということを、李氏朝鮮自身が認めている。これが真実となると、韓国5000年の歴史が嘘になってしまいます。つまり、独立門は、設立は日韓併合前で、日本からの独立の記念ではなく、シナの属国から独立した記念に、朝鮮人の手によって建てられた門です。左の旗は少し読みにくいですが、大清国色と書いてあります。国旗にまで書かされているくらい、朝鮮王朝も認めていた属国であったわけです。それを解放したのは日本ですし、ほとんどの人が日本からの独立の門だと思っています。こういった嘘を平気で積み重ねて、世界に発信しているのが韓国です。宦官の少年。本当にかわいそうな朝鮮人宦官にもいいことがあったと聞きました。朝鮮に、大清帝国の使者として、朝鮮人宦官が赴いたというのです。自分を貢ぎ物として差し出し、挙席させた張本人の、朝鮮王がゲイ音門で3回土下座して9回頭を地面に打ちつけて朝鮮人宦官を迎えるわけです。朝鮮人宦官の目には自分のふるさとがどう映ったのでしょうか。記事は以上です。日本人に関わる嘘はとても拡散しています。その都度直していかなくてはいけませんね。常に大国の属国だった朝鮮半島は自分の意思とは関係なく外部の影響を受け続けました。それが、藩の文化となりました。それゆえ、いつも自国を持ちたい、そんな願望があったのだと思います。私たち日本人からしたら理解できない感覚です。
日本人に生まれてよかったと改めて思いました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。